配信中に失礼します全然大丈夫ですよ、えー。相談に乗っていただきたいことがあり、ご連絡いたしました。はい、なんでしょうか、えー。詳しい内容をまとめたので、よければプーさんの考えを教えていただきたいですと。配信者に相談するのが初めてなので、何か不手際ありましたらすいません。全然大丈夫ですよ。 えー、相談したいこと、絶縁状態の養父と正式に離縁すべきか否かアドバイスが欲しい。した方がいいです、絶対これ。うん。これ迷ってる時点で多分した方がいいですよ、これ。うん。正式に離縁するべきか。これ多分した方がいいです。まあまあ、この後読んでいきますけども、えー。これまでの出来事、3歳で両、えー、歳で実の両親が離婚、4歳で養父と再婚、養子縁組、養子と馬が、 あ、洋服と、えー、馬が合わず、えー、過去かっこ私からすると、えー、理不尽な理由による長期間の無視や、えー、身体的な暴力、でり返る、無駄、う絶対に、うん、絶対に、えー、あの、絶縁し、あの、完全に離縁するべきです。はい。もうその時点で。うん。もうこれ以上正直あんまり、もうこの時点でって感じかな。この時点で確実に、そう離縁。もう、あの、 なんだろう完全に俺、もう縁を切った方がいいと思います。うん。で、まあ、ええー、と。 長期間の無視や身体的な暴力、デリカシーのない発言が多くあり、高校に入る頃には日曜会もほとんどなくなる。19で上京、彼氏と同棲、21で授かり婚。と、諸事情により、里帰り、出産することになる。妊娠8ヶ月で里帰り、この時は洋父とも普通に話をしたり、出産準備品の買い物を連れて行ってくれたり、いろいろ協力してくれて、和解したかのように感じる。臨月に入った日の朝食の場で、突然洋父の対、 養父ににの命に関するる許し難い発言をされる、えー、私にとって本当に不快な内容だったが、養父にとっては冗談や軽口のつもりだったようで、これまでの経緯から、今機嫌を損ねると私も胎児も命が危ないと思い言い返せずやり過ごす。えー、出産退院後母から日中は、 養父かっ定年退職済みを頼るように言われたので、えー、戦術の発言がどうしても許せず、養父に娘を触らせたくないと打ち明ける、母から養父に謝るように言うから、許してあげてねと言われ、母が、まあ、絶対、離縁した方がいいけどね。間違いなく。うん。 んで、えー、母が養父に謝罪を促すと、養父は家族ラインで逆切れする。出産したから自分はもう洋なしで顔色を伺って遠慮しながら生活をするのが嫌だから、えー、参前の些細な発言を今更持ち出して、自分と距離を取ろうとしてるんですね。的な内容。私はその場で家族ラインから退会し、里帰りを終え、えー、事実上の絶縁状態になる。私の考えてること。っていうか、もう、もう、だから、もう悩む時点で確実にもうそれした方がいいんだって。 マジで。うん。そうそう。で、私の考えていること。上記の発言により、えー、養父が娘の戸籍上の祖父に当たることが許せない。だからもう絶対、絶対離縁した方がいいって。う、だから、席抜いた方がいいって。えー、離縁することで、血縁や父親の、へのコンプレックスが解消されるかもしれないと思っている。私が離縁の提案をして養父の機嫌を損ね、家族の空気が悪くなるのが申し訳ない。別に関係ねえ。えー、物理、物理的な距離が離れている。 ので、こちらから接触しない限り加害されることはない。現在の関係が一番安全ではある。え物理的かつ距離が離れているが、なぜか未だに養父が怖くて行動に移せない。まとめ、えー、<coughs> 離縁してしっかり蹴りをつけたい気持ちとわざわざこちらから接触して波風で立てるのが怖い気持ちがある。追記多少不禁止の内容なので、 この下は読まなくても構いませんと。別に不謹慎じゃないから大丈夫よ。えー、四五利縁も考えましたが、えー、洋服がなくなるまでにもうしば、あ、亡くなるまでにもうしばらくかかりそうなことを、私一人では家庭裁判所での手続きがよくわからないため、弁護士費用がかかってしまうこと、その頃には娘も色々わかる時期になっているだろうからごたごたしている姿を見せたくないことなどから、なくなるまで待つのは私にとって特策である、 亡くなるまで待つのは私にとっては得策ではないと思っています。だから、どうもう、普通に離縁した方がいいんじゃないですかシンプルに。うん。え、ちなみに、え、今、今現状娘さんはおいくつなんですかね来月で1歳になる。あ、本当あ、じゃあまだ、あなた自身もまだ、20、21で二22ってことか。23になる年ってことか。実家の空気が悪くなるのが申し訳ないって、実家誰がいいの母と姉と弟がいる。 姉、弟、両方何歳何歳な弟は今中1。うわあそれはきついね。おおそれはきついますね。うん。姉は24で、彼氏と半同性みたいな形ってことは、要は彼氏んちに転がり込んでるってことね、姉貴は。だから実家に、一応戸籍上は実家に、 席があるけれども、ほぼ彼氏ん家に入り浸ってるってことね。週の半分くらい彼氏の家に泊まってる。ちなみに弟は、どうなんあの、例えば DV とか受けてたりすんのま、あ姉貴に関してはどうでもいいや、正直。もう24なんだから。うん、てめえの意思でい,いつでも出れるんだから、そんなもん。弟は、父の、実の子なので可愛いみたいです。弟と、あなたは仲いいんすか それともあんまり連絡とかはあんま取らない感じなんですか、ね、時々電話するくらい。母ちゃんはさ、なんか DV とか受けてねえの要は DV 受けてたのはあなたと姉ちゃんってこと私と姉、ね、だけ。で、母ちゃんはそれでさ、えっ、ー、と、DV され、あなたが D、あなたとか姉ちゃんが DV されてて、それで、守ってはくれなかったってこと かばってはくれましたが、父に直接言うことはあまりなかった。一度母に離婚してってお願いしに行ったときに、でもあの人は私のことを一番分かってくれるからと言ってたら、うん、俺多分ね、それね、うん、俺母ちゃんとも俺縁切った方がいいような気がするけどね、今現在、ご実家って、その母ちゃんと、その養父の、あの、家って裕福なのじゃないよね、多分。普通くらいだと思うで、 親父さんはもう、えー、と、定年退職してて、で、母ちゃんも、その年齢ってこと定年退職とかの年齢ってこと母ちゃん50くらいってことでしょ多分。おそらくだけど。母 51? ああ、なるほどね。うん。親父は何してんの父は教師だったので、そのつせで元時々大学の非常勤講師をしてるみたい。あとは入にいる。いや、でも俺、お、どうせだったら、その、お袋もなんかちょっとやばい気がするけどね。なんとなく。 離縁するっていう話はお袋にしたことあるまだしてない。姉にだけ相談した。姉なんだって姉は私たちのことは気にせず離縁したらいいよって言ってくれてる。ああ、なるほどね。じゃあ姉とは割と仲いいんだね。離れて暮らしている分にはいいおばあちゃんでも、その、それ含みがあるよね。離れて暮らしている分にはいいおばあちゃんってことは、近くにいるとなんかめんどくさいってこと 別の話なんですけど、コロナで陰謀論にはまってしまって。うーん、なるほどね。え、でもさ、それ以外にもなんかあるしょ、でも、多分。以前から。じゃあそのコロナ前までは、じゃあすげえいいお母さんだったん人の話は聞かないし、頑固なところもあったけど、陽気で楽しい人だと思ってました。そこにも含みはあるね。<laughs> 思ってましたっていうのは、えっ、ー、と、今の俺、俺が、じゃあ、えっ、ー、と、母ちゃん、 と、もう、縁した方がいいんじゃないっていうことに対しての思ってました。なのか、えっ、ー、と、それとも何か割と最近気づいたことが、その陰謀論以外にも何か気づいたことがいろいろあるのかな。それどっちだろう前者の方か後者の方か。前者ね。ああ、いいえ。全然大丈夫。うん なるほどね。あじゃあ、俺のリアクションに対してのを思ってましたね。OK、まあ、正直俺だったら抜くかな。で、その多分、そこの別の話なんですけど、コロナで陰謀論にはまってしまってっていうところになんかすごい含みを感じてるんだけど、その、その陰謀論にはまってから、なんかも、言ってることがなんかおかしなことが結構あるって感じってことだよね。そのコロナ以外の話でも。反ワクチンや、 自然派育児みたいなのを押し付けてくるのが困ってる。え、ちなみに家は遠いんすか今、その実家と今あなたが住んでる家は割と近いんですかそれとも遠いんですか飛行機で2時間。<laughs> 飛行機使わなきゃいけないのね <laughs> あ。じゃあまあまあまあ、じゃあそうか。ただ一つだけ怖いのは、その半ワクチンとか自然派育児みたいなのを押し付けてくる系のやつって、 もうこの後何が起きるかっていうと、例えばじゃあ、あの、あなたがいない時に、じゃあ例えば何,何かしらでどうしてもお母さんに預けなきゃいけないとかっていう状況が来たと、起きた時に、なんかあの、すごい怪しげな何か、 ねえ、あの、自然食品のなんじゃらかんじゃらとか、なんかネットでのさ、なんかこう、ああじゃない、こうじゃないみたいな健康食品の、なんか結構よく怪しげなっていうやつをさ、なんか勝手にあげてたりとかさ。で、それで、なんかアレルギー発症しちゃうとかさ。なんか例えば、ねえ、えっ、ー、と、じゃあ何かしらお子さんがアレルギー持ってたとして、それをさ、なんか無理やり食べさせたりとかさ。で、それで、ねえ、っていう話よく聞くじゃん。うん。 だからそこら辺怖いよね。マジでそういうなんか、それ系の人って要は結局何がじゃあ、えっと基本、そこのベース、その人の考え方のベースにあるかっていうと、思い込みなんだよね。思い込みで、思い込んだらそれが正しいって思い込んじゃうタイプの人というか、思い込んじゃったらもうイノシシ、イノシシスタイルというか。うん そうなった時に、まあ、ちょっと俺はそういう毛を、まさにその通り。うん。だから、そうね、俺はそこら辺が、だからそれが例えばじゃあ思い込んでちょっと突盲信になるのは別に構わないんだけど、それがまだ正しい方向に、正しい方向に、ま、もしくはまあ、常識的な範囲内でのっていうところで、と突盲信になるんだったら別にそれはそれで構わないと思うんだけど、だからそれがもう完全になんかどう考えてもおかしな方向に走って、 しまうと、うん入り口の角度こんだけだったのにさこん,こ,こんだけの角度でさちょっとした距離だったのにこれがこういくとさどんどん広がってくるんだよねその差が、うん、そ,そこに進み続けちゃうとだから俺結構その母ちゃんも俺の中では結構怖いけどねっていううんだからじゃあ俺だったらどうするかっていうと 俺だったら母ちゃんにその離、離席離歴じゃないし、えー、履縁の話を話してみた時のリアクションで決めるかな。それの反応次第で、あ、この人もやべえなってそこでもう判断するしかないかな。俺だったら。でも多分でも、いやでも正直、<laughs> ぶっちゃけた話、 じゃ、そこのリアクションで母ちゃんやばかったとして、多分、実際問題、母ちゃんと離縁できなくないあなたの、なんか今ちょっとリアルに想像してみたときに、どう離れている分には母は好きなので、できれば離縁したくないそうだよね。うん。あと、夫の両親は二人ともすでに他界しているので、おじいちゃんおばあちゃんが完全にいなくなるのは娘にとってもかわいそうか。そこはね、正直ね、 そこは正直あんま気にする必要ねえかなと思うけどね。単純に、いいおじいちゃん、おばあちゃんがいなくなるっていうのは、それはかわいそうかなっていう感じにはなるかもしんないけど、やべえおじいちゃん、ばあちゃんがいるぐらいだったらいねえ方がましじゃねっていう <laughs> ところで俺は思うけどね。だからまあ、正直だから母ちゃんとはむずいにしても、 親父の方はもう抜いていいと思うけどね、普通に。でもさ、それってさ、り、縁ってさ、親父だけり縁ってできんのなんかあなたの意思次第でそれができんの両者の同意がないとできないんじゃないのそれ。私と養父の署名ね、そうだよね、そうだよね、両方必要だよね。なんかそれに俺、フ <laughs> を押してこなさそうな気がするけどね、なんか。最後の逆ギレラインに私との、 えっと、縁組も解消しようみたいなこと書いてあったので、ワンチャンあると思ってる。ああじゃあ、それで、うん。それで行きゃいいんじゃねうん。で、あの、絶対直接行っちゃダメよ。多分。うん。ろくなことにならないからえ。ちなみに、あなたのご主人は、えっ、ー、と、おとなしい方なのそれともやんちゃな方なのそれとも普通なの 血の毛が多い。<laughs> じゃあ、旦那連れてった方がいいんじゃね <laughs> で、娘はもう連れてかない方がいいんだけど、ただ、娘を預けれるところあるないよね一一歳の娘を預かってくれるところって。ないよね。届けの私の文書いて手紙を添えて郵送しようと思ってました。直接あなたが怖くて。うん。 だから別にそれ旦那に話してもらえば、旦那はその話知っててそれで旦那も要は賛同してくれてるんでしょ賛成してくれてる。あ、うん、だ,だったら旦那に、ちょっとこれも <laughs> う、ん、手紙添えて郵送しようと思ってるんだけど、つってそれでなんか連絡来たら、ちょっと旦那変わってくんねっていう電話変わってもらうことできるっつって。うん。ちなみに旦那頭いいの なんか、あの、失礼な聞き方だけどさ。やぶから棒に失礼な聞き方だけど、旦那って頭いいのそれとも感情的に話しちゃうの結構理論的。ああ、じゃあ、じゃあ旦那にパスしちゃった方がいいんじゃねえかな、それで。なんか連絡来たらね。だからもう、うん、母ちゃんに事前にもう話ししないで、で、届けの自分の分書いて手紙を添えて郵送しちゃっていいんじゃねえの で、なんかもう、あの、あれよ、送るんだったら、あの、それ書いて出しといてって言っても絶対出さないから、あの、あんたの文書いて、あの、送、こっちに送り返してって言って、あの、変装用の封筒まで、あの、切手付きで、あの、同封しといた方がいいよ、絶対。もう、あとは書いて、それに入れて、ポストに入れるだけっていう形にしちゃった方がいいよ、多分。 やるんだったら。で、それでなんかお袋がなんじゃかんじゃ言ってきたら、前回の逆ギレの LINE とかのとこ,ところでもそうだったんだけど、いや、こっちもそう思ってたんだわ、っつって。で、それでちょうどなんかそういう提案あったから、だからそれでじゃあそれ実行に移そうと思って実行に移したんだけどっ、つって。うん。でも、これ母ちゃんでもどうせ泣き落とししてくるような気がするけどね、正直。それ古仕方で行くしかないかな。 でも俺はなるべく俺は抜いといた方がいいと思うけどね。うん。仕方できるか不安まあ、仕方できなかったとして、スルーできなかったとして、それで母ちゃんにじゃあ止められて止めれるのあなたの意思的には。それでも押し切りたい意思なのか、それとも、 泣き落としされたらちょっと揺れちゃうかもしれないっていうところなのか。私の気持ちだけを考えると今すぐにでも離縁したいんですが、母の気持ちを考えると申し訳なくて。うーん。 でもその申し訳ないっていう気持ちを捨てた方がいいかもしれないね。でもだって正直さ、申し訳なくはなくないだって、う母親がてめえのさ、都合で離婚しててめえの都合で新しい男連れてきて、そのてめえの都合ので連れてきた男から DV されたり、なんじゃかんじゃやられたりして。で、それでそのやられてるところを知ってるにもかかわらず、それを止めたりもしないっていうさ、そのクソババアだから申し訳ないけど。うん。客観的に見ると、そこの、そのババは結構クソババアなんだよ。 だからそれはあなたが家族だからっていう情もあるだろうし、だそういうところが、で、まあ、目を曇らせてしまってるかもしれないけど、俺としては、俺は客観的に第三者から冷静に見たときに、俺その場、そのクソババはクソババアだと思ってるのね、俺は。だからさっきあの、ババアとも、そのついでに、あの、離縁したらっていう話が出たんだけど、 そう、ごめんね。あの、ね、あなたは好きなお母さんのことをね、クソババって言って申し訳ないんだけど。だからあなたが申し訳ないと思う必要ないしっていう。ところ正直。うんてかだから、もし、もしじゃあ俺があなたのお母さんの立場だったとして、ね。じゃあ俺だったらどうするかって言ったら、多分秒病で離婚するんだよ。うん。 てめえの大事な子供に手を挙げたり、あのー、クソみたいなことをやったりするようなクソ、クソゴミは、あの、いらねえってなるんだよ、俺は。そりゃてめえよりも俺はてめえの娘、息子の方が大事だからって話だからさ。私もそうすると思います。でしょでしょでしょそれをせずに、私のことをこの人が一番分かってくれる人だから。そのばあばはてめえのことしか考えてねえんだよ。 だから、あなたたちよりも、自分の気持ちを優先したんだよ。それがあなたのバーバース。だから俺の中では、そのバーバースクソだなって思ってます。じゃあ母より私の気持ちを優先しても大丈夫ですよね。当然。当然。当然です。はい。というよりも、えっ、ー、と、正確には、あなたの気持ちというよりも、あなたのその気持ちのほ、えっ、ー、と、起点って、 えっと、娘と自分の娘に対して、このじじいが、えっ、ー、と、おじいちゃんになるのが嫌。っていう、どっちかって言ったら、娘に対する目線じゃないですか。かあなたはちゃんと自分の娘に対しての目線を持ててるんですよ。でも、あなたのばばアは、あのー、自分の娘に対して、だから、あなたに対する思いよりも、てめえの、この人が自分のことを一番分かってくれる人だから。 つっててめえの思いを優先したんですよ。だからそんなバーバアになり下がりたくねえんだったら、俺は早めに切っといた方がいいと思うんですけどね。そうそうそう。だからそう全然。だからあのー、そのバーバアの気持ちを考える必要は正直ないですね。だから考えなきゃいけないところはまあ正直うーんまあ弟のこととか、<laughs> まあ弟のことぐらいですかね。 ただまあ弟はね、あのそのクソみたいなじじいに可愛がられてるんだったら、だったら別にまあそこにとばっちり行くこともないだろうしっていうところで、うん、別に問題ないんじゃないですか。うん、だから俺だったら秒で切るっすね。いいえ。だからまあ自信持ってそれで切っておいていいんじゃないですか。で、最悪あの、なんですかね、えっ、ー、と、こまめに旦那に相談してみるといいかもしれないですね。 うん、そう、そこら辺も、なんかこまめにちょっとこう考えてることをどういうふうに考えてるのかっていうのを旦那に相談。まあ旦那もお仕事忙しいのかわかんないですけど。うん、まあ。ね、ど、どうなんすか旦那とは仲いいんすかあ、仲いい。ああ、よかったよかった。それならよかった。まあとにかくだからあなたとあなたのお子さんとあなたの旦那さん、この3人がまあこれから増えるかどうか知らないですけど、そう。あの、あなたのご家族っていうのが、 あの、あなたがね、自分で手に入れたご家族っていうのを一番大事にしてあげてください。うん、で、それ、そのために、あの、なんだ、あの、なんか、ババアのわがままとか、じじいのカスみたいな発、発言とかは、もう、そんなもん、ほっといていいっす。だから、それはもう、あの、じじいとババアはもう、 何すかね。まあ、正直。ま、じじいとババアを一緒くたにするのはあなたにとってちょっとムカつくかもしれないですけど。うん。俺にとってはじじいもババアも正直そんな変わんないんで。はい。なので、そこ、そこと天秤にかける必要ないです。はい。迷わず、迷わず自分のご家族とってください。 ズン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 ズク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 ズン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 ズク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 